えと私自身の,、ね、あの絵画の歴,絵画歴というか、瓦礫というのでいうと、小学校1年から油絵描いているので、えー、しかもそれはあの日展系の先生だったんですね、だから古いですよ、具象絵画だし、えー、全く団体展のそういう,こうどっぷりの部分で、まあ、高校3年ぐらいまでその先生についてましたから、えー、と悪い面もたくさん見せられて、もうへきへキとしていくわけですね。 えまあその何よりもそのあるそういう,こう団体点が持っているこう秩序というかねうんまあそういうものがだから子ども心に見て嫌になるっていうこととそれからまあまあ中学校の学校の先生をやりながらえまあ最終的に月印、会員にまでなってますから大変な努力家ではありますけども。 えー、まあそういう先生でもまあ,キャ,あのキャンバスバってこうに並べて売り絵を描くわけなんだけどもそういうのを見てると嫌なんですよねだからまあ大学入った時にもう離れてしまいますけどもですから、えーまあ、その時に、まあ、意識としては何,何があるかっていうとやっぱり時代ごとに美術作品が変わっていくっていうことですね。 だからそういう当たり前のことを認めるかどうかですね。だからそのそれを認めないでいるとまあ結局古い絵を描き続けることになるわけですね古い絵とか古い美術を描き続ける。えーまあ、だから、その、 実はそのコンテンポラリアートとか現代美術とか現代アートをやりながら実はすごく古い作品を作ってる人はいるんですよ。まあ、これもまあここで今名前言うのはちょっと違うのでやめときますけど日本の現代美術って結構古いんですよね、えー、とコンテンポラリアートの顔をしながら実は全近代美術やってるとか原始美術やってるとかそういうものがすごく多くてその現代のアートをやっているというような。 えともののが少ないのね現実にはねそれは日本という社会の問題が大きくあると思いますけどもだけどもまあ僕はやっぱり今という時代の特有の表現というか今という時代だからできるっていう表現をしていかないとまあ面白くないと思うわけですねだからそのその面白さの部分ですよ結局。 でそれに興味がない人は、まあ、別にそ,そ,それはそれでいいと思うのね。何もいい今の新しいものに興味を示しえないっていう、まあ、態度っていうのも別にそれが間違ってるというわけじゃなくて、えーまあ、ある意味では成熟してるしある意味では上品だとも言えるのでそれはいいと思いますけども、えっとまあ、僕はやっぱり。 コンーリーアーテテアストなんだよねどこまでやれるかは別ですけどでもコンテンポラリーアーティストであり続けようとしますからだからその、まあ、そういう格闘があればなんていうかな付き合えるというかあるいはその教えることができるっていうふうに教えるっていうか、まあ、お互いにまあなんていうかな啓発していくことはできるというふうに思う,思うわけですね。 だからその特に3.11があって、えーとまあ、日本の社会の歴史の中で本当にこう国が滅びるとか民族が滅びるとかそういう裂け目ができたわけですね、まあ、もう今なんかそういうものも忘れられて、えー、と無事に何事もなく3.11の地震やその 大津波の影響も消えてってそれから原発の事故も何事もなくこう収束していくかのように見えますけどまあ先日その実際に半年目に入った東北地方を視察に行きましたけども。 全然片付いそのすごいもう半年かけてかなり片づいたにもかかわらず全く片づいていないですしえとそれから福島原発もそうですけどまあ確かに一見安定していますけどもでも現実にまだ放射能は漏れ続けてるんですよねえとこれはかなり深刻な問題でありましてそれはチェルノブイリと比較したってはるかにこう長引いてしまっているしえ将来的にえじゃあ少なくとも。 そのスケジュール通りにこう集結していけるのかっていうのはまだ分かんないですよねだから、うん、あるいはまあ日本の経済の問題もそうですけどもあるいは財政破綻の問題ですねそういうものもかなり深刻なわけで、えっと、今一見こう落ち着いて、えー、何事もなく生きそうに見えますけどもまあもっと不安定な状態の中を僕たちは生きてるわけですね。でそういうううういいい中でアーティストををやるってことととここがどういうことなのか この e ラーニングでは扱いたいっていうふうに思ってはいるんですね。まあ、なかなか十分にできてると思ってませんけども思ってはいます。もう1回だけ続きをとります。